ナミさんお疲れ様です。今回アメブロのアカウントの作成という懐かしいねテーマだったなと思いましたけども、まあ懐かしいといえば新潟を思い出してですね、ちょうど今お米のシーズンじゃないですか。新米が結構ね取れて、私の方もね山口の方から新米ができましたっていうふうに熟成さんが送ってくれたりとかしてね、この前いただいたんですけども、いや美味しかったですね。で私のね母方の実家の方もこれね、茨城、栃木、群馬、この辺りなんですけども、そのどこからかね、お米が送られてきて、新米が。これ栃木ですね。栃木から送られてきて、栃木米ですけども、こちらのもちょっといただいてね、食べたんですけども。いや、やっぱり新米ってね、水分の量がやっぱ違うんでしょうね。すごく美味しいですね。スーパーで格安のお米を買ってきて、地震とか、災害に対しての備蓄米にしてるんですけども、その備蓄米が1年を過ぎたんで、少しずつ食べ始めたんですけども、やっぱりね、もともと安いお米ですし、保管して1年以上経ちますんで、水分が抜けていたのかどうかね、これね、結構ね、炊いた後、水を多めに入れて炊いたんですけども、パサついてて、なかなかね、ご飯をほっこり食べるのに向かないんですよ。だからチャーハンとかカレーになりそうですね。ということでね、お米の季節、新潟もきっと、美味しい食べ物がね、いろいろ育ったんじゃないかなと思います。ヘギそばを食べたあの頃が懐かしいなと思っております。ナミさんからいただいたイカ、3枚入ってたんで、1枚は早速食べたんですけども、あとはね、少しずつ、味わいながらいただきます。だってイカって、1匹1人でパクパクパクって食べたらすぐなくなっちゃうんですよ。だからね、私のイカ大好きなんですけども、食べ始めたらね、3匹ぐらいペロッとなくなっちゃうんでね、ちょっともったいないなというところで、少しずつありがたくいただいております。はい、それではね、今日とっても寒いんですよ。なんかね、10月20日深夜2時51分、私にとっては起きる時間なんですけども、むちゃくちゃ寒くてね、布団から出にくかったです。布団もちょっとね、羽毛布団にこれ切り替えないといけないかなってことですね。大和くんも風邪ひかないように長袖にしました。いろいろと季節が変わって、なんかまた時が過ぎる、年を取るなと実感しますね。なんか妙にね、時間が過ぎてなんか惜しい気持ちがするんですよ、一日一日がね。まあその人生の中でナミさんとね、こうやってしっかりとお付き合いできていること、ありがたく思います。じゃあ選挙も始まりましたね。投票に行きましょう。 NHK をぶっ壊す。いってらっしゃい。